終わり。俺大学行かないと。いつまでも昔のままじゃいられないだろう。仲間と疎遠になることもあるさ。みんなはなぜデジモンのパートナーに子供たちが選ばれるのか理解してる？そう、未来に広がる無限の選択肢、そのパワーがなくなればデジモンとのパートナー関係は解消される。それじゃあ大人になったらデジモンと別れなきゃいけないってことか。無限大な夢の後の選ばれし子供たちの意識を奪うデジモン。やめなさい。無理な戦闘はパートナーとの別れを早める。お前はいいのか。別れが早くやってくるってことなんだぞ。頼りない翼でもきっと僕たち準備はできてる。助けようみんなを。宿命は変えられないかもしれない。でも運命は変えられる。これが俺たちの最後の進化だ。デジモンアドベンチャーラストエボリューション絆。太一、大きくなったね。